僕はそっとルリ子さんの細い肩を掴んでゆっくりと胸から遠ざけた。え、マジで。そして短く、ルリ子さん、また明日ね、とだけ言った。僕は目の前の窓ガラスを開いた。マジでどうなる。なんだかんだルリ子さん帰らなかったをもう期待するしかないんですけど、こうなると。部屋の中に夜風が吹き込み、つむじを巻いて暗幕を舞い上がらせる。薄暗い部屋にはほのかな月明かりが差し込んだ。生徒会室の床にくっきりと僕の影が映っていた。おー、ぬるっと月島さんが振り返る。僕と月島さん、二人の視線が絡んだ。誰？月島さんは細い目を開いて凍りつくような視線を僕に向けると冷ややかにそう言った。僕は窓を越えて部屋の中に入る。その一連の動作が影絵のように部屋の床に映っていた。僕は床の上に立った。みんな自由にするんだ。部屋の中は性欲をかきたてられるもわっとした女の匂いが充満していた。苦しそうにもだえる新庄さんと、そんな彼女の体に舌を這わす役員の女の子たち、天井を見上げながら体を震わせ黙々と陶酔の爺にふける太田さん、四つん這いの格好で席をいっぱいに広げ羞恥心に押しつぶされそうになっている瑞穂ちゃん。ちょっともう今回一文ごとに喘ぎ声が挟まるからめちゃめちゃカットしてると思いますけど、みんな助けたい。見ていたんだね。月島さんが僕を見て微笑んだ。一見無くないね、だがゾッとするような威圧感を含んでいた。逃げない、逃げるものか。僕は月島さんの方を向いたまま一歩だけ後ろに下がった。そっと窓の差しに手をかけ、気づかれないように鍵を閉め、もうダメじゃん。じゃあ何してんだよマジで。まあでもどうかな、ルリ子さんだったら電波を使ってこの中の状況をもう全部お見通しのような気もするけど、ルリ子さんが入ってこれないようにどうか無事に帰ってくる。そう願いながら僕は暗幕を引いて月明かりを閉ざした。部屋の外と中とが完全に隔離される。月島さんとルリ子さん、たとえ一瞬たりとも二人を出会わせたくはなかった。みんなをその電波から解放しろ。僕は一歩前へ踏み出した。ゆうすけさん。みぞおちゃんが涙に濡れた瞳を僕に向けた。永瀬くん。新庄さんが路列の回らない下で弱々しく僕の名を呼んだ。薬と月島さんは笑った。よかったね、相原さん。月島さんはそう言うと、左手の指先でみぞおちゃんの熱くほてったに触れた。はい、みぞおちゃんのソロパートが挟まったんですけど、怒り、憎しみ、いや違う、これは。うわぁ。その答えを見つけ出すより早く僕の体は床を蹴って駆け出していた。すべての体重を乗せた右手の拳が月島さんの左頬を勢いよく殴りつける。まあこれ当たるは当たるけど、月島さん電波使えるからな。前もあったようにどんだけ殴られても構わないっていう感じだもんな、月島さんは。月島さんは派手に体をねじらせて、ねじらせて、向こう側の壁に叩きつけられた。嫌悪感。そう、これは嫌悪感だ。月島さんにではない、僕自身に対しての嫌悪感だ。月島さんの言う通りだった。忌まわしくも確かに僕はみぞおちゃんや新庄さんのあられもない姿に性の欲求をかきたてられていた。それだけではない、心の奥では彼女たちを凌辱する月島さんを羨ましく思い、そして何より他人を自由に操ることができる月島さんに激しい嫉妬心すら抱いていた。僕はそんな自分に対して吐き気を催すほどの嫌悪感を抱くのだった。うわぁ。僕は無意識のうちに吠えていた。血が出るほどに固く握られた拳が再び月島さんの顔面を殴りかかる。だがその手首を後ろから何者かが掴んだ。太田さんだった。彼女はそのまま腕の関節をねじると、とても女の子では考えられないような力で僕を抑え込んだ。人間という動物は自分の力に対して無意識のうちにリミッターを設けてしまうものらしいね。僕は彼女のそれを外してあげたんだ。今の彼女はたとえ自分の拳が砕けても肩の骨が外れても気にせずに全力を出し切ることだろう、うん、これはもう赤ペン先生で出たやつですね。月島さんは左頬を押さえながら持たれていた体を壁から起こした。今の太田さんに殴られたらこんな怪我じゃ済まないと思うよ。下手をすれば死ぬことぐらいは覚悟しておいた方がいい、うん、スイカみたいになるんだっけ。スイカ割りのスイカみたいに。ハッタリではない。僕の右腕を締め上げるこの力を見ればそれは一目瞭然だ。彼女は月島さんの電波によって自分の体のことも厭わない。
まさにロボットへと作り変えられてしまったのだ。以前の太田さんはうるさく僕につきまとうだけのバカな女の子だったからね。もう少しマシにしてやろうと思ってこんな風に脳を改造してあげたんだ。そしたら不思議とまた愛着が出てね。面白いからもう少しだけ遊んでやることにしたんだ。ひどい、ひどいわ、ひどすぎるよ。みぞちゃんが涙とともに悲痛な叫びを上げた。心配しなくてもいいよ、君たちもいずれこうなるんだから。月島さんを頬をさすりながら優しく微笑んだ。でも君だけは今すぐに壊してあげるね。僕の方を向いた月島さんがくすっと微笑んだ。それとほぼ同時にチー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 と僕の頭の中を電気の粒が駆け巡った。月島さんの毒電波が僕の頭蓋骨を突き抜けて脳に侵入しようとしていた。さあ、瑠璃子さんの指導をここで活かせるのか。体中にたくさんの熱い何かが集まってくるような奇妙な感覚。肌がじっとりと汗ばみ、オート感が込み上げる。激痛が走り、ガクガクと視界が揺れる。お、いい感じの BGM。 ぐにゃりと世界が歪んだ。ギリ、骨の鳴る音がする。僕の骨だ。太田さんが僕の腕を締め上げている。痛い、確かに痛い。でも辛くはなかった。心を歪められ、体をリモコンおもちゃのように操られることに比べれば、肉体に与えられる痛みなど大して苦しいわけじゃない。逆に痛みを感じられることが心地よかった。僕はどうなるのだ。太田さんのように心を壊されてしまうのだろうか。彼女は狂気という世界の扉を開いたわけじゃなかった。彼女は落とされたのだ、暗い闇の中に。それは死んでしまうことと何ら変わりはない。あ、これ終わっちゃうぞこれ。じゃあ僕も死ぬのだろうか。それでもいいやと僕は思った。たとえこのまま死んだとしても、呼吸しているだけの肉の塊が一つ世界から消えてしまうだけに過ぎないのだから。死んでしまえば、すべての苦しみから解放されて。よし、来た。よしよしよし。ルリコさんの声が聞こえたような気がした。ん？はっと目が覚めたような気分だった。ぼやけていた視覚が回復し、遅れて聴覚が元に戻っていく。自分の荒いハハという呼吸音が聞こえ、続いて新庄さんと役員の二人が上げる官能の喘ぎ声が耳に届いた。僕の目の前には月島さんがいて、ほーっと感心した顔で僕を見ていた。僕の電波に耐えたのは君が初めてだよ。おー、ルリコさんの効果。ルリコさんの声が聞こえた気がしたって言っていたから、気がしただけでルリコさんは来てないのかって思ったけど、やっぱその通りではあったのか。ただしルリコさんに指導してもらったおかげで月島さんの電波に耐えることができた。彼はそんなことを言った。耐えた。どうしてそんなに壊れるのを拒むんだい。君はよっぽどこの現実世界に愛着があるみたいだね。現実世界に愛着。僕は薬と笑った。この僕が、うわ、中肉性。中肉さ。そんなもの僕は持ち合わせてはいない。逆に僕は狂気に対して親近感のようなものさえ感じているというのに。もっと濃度の濃い電波を送れば、君の精神を壊すこともできるんだけど、努力に免じて体の支配でとどめておいてあげるよ。太田さんがゆっくりと僕の手を離した。太田さんはずっと掴んだままだったのか。結局太田さんに掴まれている以上はもう骨砕かれるかもしれないっていう、うん、でそれがなんとかなってるっていうことは、その流れ電波で太田さんも話しちゃったのかなって思ったけど、抑え込む必要がなくなったからだ。月島さんの言った通り、すでに僕の体は金縛りのように身動き一つ取れなくなっていた。声は出るだろう。悔しいなら文句でも言ったらどうだい。僕はあえて一言も発しなかった。つまらないな、もっと悔しがってくれなくちゃ。月島さんは子供のようにチェッと舌を鳴らして口を尖らせた。しょうがない、じゃあとっとと相原さんの開通式でも始めようか。ああ、結局ルリコさんがここに来れない以上はどうもならんか。月島さんは軽いため息をついてからそう言った。みぞおちゃんの体がビクッと反応する。嫌です、お願いです、そんなひどいことしないで。みぞおちゃんが涙をこぼしながら哀願する。だってここでやめたら面白くないじゃないか。その一言を聞いて、言葉の通じる相手ではないことを悟ったみぞおちゃんはじわりと絶望の表情を浮かべた。彼女はキュッとした唇を噛んでゆっくりうつむくと、床に顔を伏して静かに泣き出した。僕の胸がズキンと痛んだ。助けたい、
助けてあげたい。だが僕は自分の指一本さえ満足に動かすことはできなかった。太田さん。月島さんに呼ばれると太田さんはご主人に呼ばれた犬のようにピクッと反応して嬉しそうに微笑んだ。今の彼女は月島さんに対してだけしかこんな意味を見せないのだろう。彼のズボンの中にあるその苦しそうなものを出してあげてよ。太田さんはニコッと笑った。ああ、これも始まるな。ここからは読めるかちょっと自信ないですけど読みましょうか。うん、太田さんのと新庄さんのを食らったわけなんですけど、僕はありったけの憎しみを込めた視線で月島さんを睨んだ。だが当の本人はそれを見てふふんと笑っただけに過ぎなかった。憎いかい、悔しいかい、ようやくそんな目で僕を見てくれるようになったね。だけど今度はもっとひどいことをさせてあげる。月島さんが口元を歪めた。今度はもう少し持ってくれよ、早郎くん。相原さんをたっぷりと満足させてあげなくちゃならないから。チーチーと電気の粒が頭の中を駆け巡る。電波の受信状況が悪いテレビのようにバチバチと視界が揺れた。次の瞬間僕の足が一人でに動き出した。ああもうダメだ完全に乗っ取られてるわ。新庄さんの横を通り過ぎそのまま歩き続ける。その先には、はい、ようやく映せる感じでしょうかもう一人ずつやっていったっていう本当にてんこ盛りの内容ですね体の自由を認めたのもつかの間、僕たちは再び電波によって操り人形にされてしまった。あ、一瞬、そうそう、一瞬体の自由が戻ったみたいな感じでしたけど、肉体の自由を奪われた僕たちはもはや完全に月島さんのおもちゃと化していた。僕と5人は彼の電波に操られ、それぞれの組み合わせを変えながらさらに体を交え続けた。役員の女生徒たちが僕と瑞穂ちゃん、太田さんが新庄さんをもてあそぶ。ねっとりと生温かい湿った空気の中で陰翼に満ちた狂気の宴をいつ果てるともなく繰り広げられた。僕の意識は次第に朦朧としていく。もう何も考えられない。どうして僕はここにいるんだろう。どうして僕はこんなことをしているんだろう。記憶がどんどん曖昧になっていく。今日起こったこと全てが夢のように思えてくる。記憶の糸をたぐろうと周りを見回しても、ぼやけた視界に入るのはうねうねと動く白い女たちの裸だけだった。どこかで誰かの声がする。みんなし続けろ。出たこれ。激しく、もっと激しく。とバッとするやって、液と液を混ぜ合って、肉と肉がとろけ合うまで交わり続けろ。いずれは学校中の生徒も参加させてやる。善人ずらした教師たちもだ。そうだ、卒業式がいい。式が始まり、全員が講堂に集まった時、僕が電波を送ってやる。学校中の女たちの穴という穴すべてに液を流し込んでやる。校長も教頭もみんな家畜のようによがらせて、可愛い教え子たちのにをぶち込むのさ。なんかこのセリフめっちゃ有名なセリフっぽいですけど後々知ったんですけど、僕からするとピーヨンとモザイクが大変なセリフでしかないんですけど声の主は月島さんだった。月島さんは床にかがみ込んでうつむいたまま奇妙な独り言をつぶやいて興奮していた。学校の次はこの街すべてを巻き込んでやる。ただすれ違っただけの見ず知らずな奴ら同士をいきなりさせてやる。たとえそれが親子であろうと、兄弟であろうと、女同士だろうと、男同士だろうと、子供だろうと、老人だろうと、赤ん坊だろうと、全員残らず精液を結合させて、精液と精液にまみれさせてやる。僕は霞んだ視界の中でそんな月島さんの姿をぼんやりと眺めていた。月島さんの目はドロリと濁っていた。例の目だと僕は思った。瑠璃子さんや太田さんと同じ目。ぼーっと輝いた月明かりの、その光に照らされた真夜中の暗い湖、そんな暗くよどんだ目。そうか、その目を見て僕はようやく理解する。そうだったのか、この人も開いてしまったんだ。狂気という名の扉。そう、この文章を何気なく読んでいたというか、単にその血迷った、特殊な力、すごい力を手に入れて血迷ったっていう意味なのかなって思っていたけど、実際にその月島さんも何かあってこうなってしまったっていう感じなのかなって。どいつもこいつも出せてやる。ちやペットが擦り切れて血まみれになっても腰を振り続けさせてやる。血と液と液にまみれながら、喉が渇けばそれをすすらせ、腹が減ったら互いの肉を噛みちぎらせる。そして延々続けさせてやる。すだ。
ある時、何かの機械から一つの小さな部品が抜け落ちた。取るに足らない部品だったのかもしれないし、少しは重要な部品だったのかもしれない。何が始まった？とにかくそれは、ある一つの歯車に微妙な影響を及ぼした。歯車は別の歯車を狂わせ、またその歯車が別の歯車を狂わせる。少しずつ。やがてそれは大きな歯車の回転を狂わせるのだ。誰かがその微妙な狂いに気がついたとしてももう遅い。その時すでに機械は間違った方向に動き出してしまっているのだから。もう誰も月島さんを止めることはできない。彼はこのまま自分の道を突き進んでいくだろう。破滅と狂気の道を。僕たちを連れて。いつも逃げてばかりだった僕。退屈と、倦怠の中を漂う毎日。どうしようもない孤独感と失われた存在理由。生きることへの無意味さが寂しさと切なさを伴って僕の胸を締め付ける。やがて僕はそんな自分を責め立てる心の声からも耳を塞いでしまうのだった。くだらない現実は色を失い、塞がれた耳は全ての音を遮断する。それからはふと気がつけば色のない無声映画のような空間にいる。そんな毎日が始まった。僕は細いろうそくの先に灯った小さな炎だった。風がほんの一吹きしただけで立ちどころに世界から消滅してしまう、そんな弱々しい炎だ。僕は消えてしまいそうだった。だがそんな僕にも熱くねっとりとした脈動感と激しく高ぶる興奮を与えてくれるものがあった。それが妄想だった。僕は世界の破滅を妄想しているほんのわずかな時間だけ自分という存在を強く認識できた。僕は居場所を見つけたのだ。現実からは急速に音と色彩が失われ、妄想は日増しにリアリティを増していく。長い無限状態を繰り返すうち、やがて僕はどちらが真の現実世界なのか分からなくなり始めていた。狂気の扉が見え始めたのはその頃だった。僕には全てが分かっていた。その扉にたどり着き、それを開くことができればこの一人ぽっちの世界からさよならできるということ、その向こう側には永遠に終わることのない麻薬のような閲覧が待っているということ。だから太田さんが狂気に囚われた時、僕は正直羨ましいと思った。僕も早く扉を開きたい、そう思った。ドロドロとしたぐちゃぐちゃがキラキラと輝く、そんなエネルギーに満ち溢れた世界へと一刻も早く旅立ちたかった。永遠に続く夢の中へ、狂気の世界へ、僕は旅立ちたかった。今までは。そう、今までは。だけど、今は違う。僕のかつての価値観はゆっくりと音を立てて崩れていっている。扉を開きたいという気持ち、別の世界へ逃れたいという気持ち、そんな欲求すべてが僕の中で淡い雪のように溶け始めていた。なぜなら、お、ルリコさん、そこにはルリコさんがいないから。僕はルリコさんと同じ世界で生きていたい。僕はルリコさんと同じ狂気が見たい。僕はルリコさんのことをもっと感じたい。僕はルリコさんが恋しい。僕はルリコさんが愛しい。その悲しげな狂気の瞳も、サラサラした細い髪も、柔らかな胸の膨らみも、折れそうな細い肩も、手のひらの上で淡く消えてしまいそうな白い肌も、そのすべてが愛しい。心を開こう、耳を澄まそう。もう二度と色と音を失うものか。ルリコさんの髪や肌の色、声や息遣いの音を二度と失うものか。ルリコさん、ルリコさん、ルリコさん、ルリコさん。お、これがもしかしたら電波になってルリコさんを、そううまくはいかんか。ルリコさん、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 ルリコさんに会いたい、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 ルリコさんに会いたい。うん、これが電波にならんわけないもんな。僕が心を失ってしまう前に。ピシッ、お、この音は。その時空気の裂けるような音がした。人間の耳で聞き取れるギリギリの高音。軽い無限状態に入っていた僕の意識がハッと目覚める。おっと、これは、もう諦めかけていたよ。真っ白な霧が晴れ、現実世界の映像がフェードインする。目の前で操り人形を溶かした女性との一人が僕のピッツを舐めながら、華奢な体をはわせていた。永瀬ちゃん。来た。今度は気がしたじゃないよな。ルリコさんの声、気がしたって。ルリコさんの声が聞こえたような気がした。もう2回目じゃん、それ。さっき見たよ。ふと気がつくと入り口の戸が開いていた。フェロモンの匂いが充満した生温かい空気が部屋の中から廊下へと漏れていく。変わって眠気を覚ますような冷たい風が廊下から流れ込んでくる。いつの間に開いたんだろう。人が立っていた。風がその人の髪を舞い上がらせた。ルリコさん。よしよしよし。僕は彼女の名を呼んだ。来たか。来た。ルリコ。